はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はね、ちょっといつもと違う企画というのもね、ふるさとのうまいお店を探そうという企画でして、これちょっとねシリーズ化しようと思ってるんですよ。僕に教えてくださいと、ツイートいたしまして、で先日そのツイートに対して、以前ね僕も撮影でお世話になっておりました相模原にございますメンデルさんの店主上野さんの方から、今回ね後ろに見えておりますこちらのコーリンさんをご紹介いただきました。でもね、ありがたいことに、今日はねちょっとお店も早じまいしてくださって、プラスアルファで店員さんもねピンマイマイクをつけてくださっております。なので今回はいろいろとねお店の歴史やお話を聞きながらご紹介いただいたメンデル相模原店の店員さんと一緒に、こうねコーリンさんの美味しい料理をいただいていこうと思います。それではね、早速店内の方に入ってまいります。あ、チャーハンのめちゃめちゃいい匂いがする。チャーハンお待たせしました。ありがとうございます。うわー、でこれをね、赤いチャーシュー、お父さんがね毎回仕込んでるチャーシューみたいでして、いや、いいですね、赤チャーシュー。はい、ラーメンです。ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。うわー、うわ、このラーメンの見た目もまたいいですね。じゃあちょっとお酒あれなんですけど、あ、いただきます。よいしょ、すみません、いただきます。ちょっとラーメンを。ああ、うまい。ありがとうございます。本当に優しくて中華料理屋さんらしいスープなんですけど、でもちょっとコクがすごいですね。ペラペラな中華料理屋さんな感じじゃなくて、しっかり厚みのあるスープ。これちょっと見えるかな皆さん、よっ、まあこういうのですよね。やっぱり一番いいのは、ああ、これ一番たまんないビジュアルですね。うまそう。いただきます。よいしょ。あー、うまい。あー、なんかこの体が求めてるやつですね。あー、これだ。これチャーハンいかしてください。チャーハン、ちょっと改めてこれチャーハンいただきます。うん、あー、うわー、うまい。チャーハンも食べやすいですね。油もそんなに多くなくて、でもしっかりと水分が飛んでてパラパラはしてるので、このラーメンのスープとこうすすりながらチャーハンいただくのがやっぱり最高ですね。うん、餃子です。ありがとうございます。いただきます。うまそう。餃子はこんな感じでございます。いや、これもう見るからに皮プリップリですね。うまそう。ひとまずそのまんまいかしてください。いただきます。お、うまい。下味もしっかりで、そのままで十分ですね。はい、シューマイです。皆さんのシューマイ。うわ、シューマイもまたこれめちゃめちゃうまそうですね。これ箸で持つと全然硬くないですね。柔らかい。いただきます。ああ。このシューマイ、うまい。火の通りもこうちょうどよくてふわふわですね。どれ食べてもうまいですね。ありがとうございます。でもやっぱり結構こう地元のお客様とか、はい、ご飯だけじゃなくて飲みに行きたいとかも結構いらっしゃいますか？そうですね、もう夜はみんな飲み来る感じですね。やっぱそうですよね、はい、僕ちょっと思ったのが、町中華って結構油だったりとか塩分も濃いところ多いですけど、本当に程よくなんで、お子様とか連れてきても安心して食べさせられるしっていう、なんかそういう良さもありますよね。いや、でもこれはうん、ちょっと止まんないですね。豚バラと根菜の、うわー、これがあれですか？あ、これです。豚バラと根菜のブラックビーンズ蒸し。うわ、これうまそうですね。うまいです。うわ、ちょっとこれ自家製ラー油とお醤油でいただきます。うわ、うーん、うまい。あ、八角とシナモンが飲み込んだ後に鼻にスッて抜ける感じで、うわー、このラー油美味しい。本当にこの中華好きの方はこのラー油一回試してもらいたいですね。めちゃめちゃこれうまい。これお持ち帰りでも販売してるんです？あ、はい、あります。今日は在庫ありますか？あ、在庫あります。絶対に買って帰ります。ありがとうございます。うわ、うまい。なかなか見なくなりましたけど、こういう赤いチャーシューやっぱいいですよね。まあ、チャーシューうまい。うまいっすね。うん、知らないだけでやっぱりこういう地元に愛されてるお店ってほんとたくさんあると思うんですけど、でもなんか初めてなのにやっぱ懐かしい気持ちになっちゃうんですよね。あー、うまい。お店も相当長いんですか？そうですね、今年でちょうど40周年。40周年、長いですね。昭和55年から、はい、いやもう本当にこの地元に愛されてる感じなんですね。ですね、いやどれ食ってもうまいですね。うん。うん。うまい。この際いただきます。パンチ効いてますね。ああ、これパンチ効いてますね。これは。うまー。お肉ブルブルですね。うまっ。そしたら担々麺とチン麻婆豆腐と通路飯でお願いします。なんかすごく愛を感じますね。チン麻婆は息子さんが担当なんです。あ、そうなんですか。辛くて山椒も入ってるんですけど大丈夫ですか？あ、大丈夫、大丈夫です。親子でというかお二人でこの働いて作ってる姿を見てるだけでこうなんか癒されますね。ああ、来ました。ああ、チャーシューがああ、食べさせてあげたかったんですけど、美味しそうありがとうございます。焼き鮭うまいですもんね。これが豚しゃぶ四川にんにくソースですよね。でこちらが単品のチャーシューと、いいですか、チャーシューいただいちゃって。いただきます。ライスもいただきました。ビール欲しい改めてこのチャーシューだけ食べると優しい甘みっていうんですかね、たまんないですねこれ。はい、すいません、チン麻婆です。ありがとうございます。はい、どうぞ。あ、うんは、鼻がむずむずっとしますね。うん、すごいですね。こちらが、お店で一番辛いメニューですね。チン麻婆豆腐でございます。作ってみんなむせてるちょっとこんな感じで。うわー、これいただきます。うまい。大丈夫ですか？うまいですね。爽やかな酸味が、まあこれ山椒の山椒なんですかね。そうですね、山椒とあと頂天ラジオっていった四川省の唐辛子とか、はい、はい、あとはトウチーとかそういう、全然知ってる風味とは別物になっちゃって、でもまあこんなに辛みはいい感じのって感じです。でもその自家製ラー油がやっぱその爽やかなんで、こんだけこの油分があっても全然重たさがないんですよね。うん、これ美味しい。チン麻婆めちゃめちゃうまいです。ありがとうございます。ものすごい好みです辛さ大丈夫ですか？いや、辛みもちょうどよくて、うん、でまたこの食べ進めるとだんだん徐々にピリピリしてくるのがいいですね、山椒の。はい、担々麺です。 ありがとうございます。はい、どうぞ。うまそう、これも。あ、いい香りしますね。こちらが無花鳥の担々麺でございます。ちょっとこれスープを皆様によっ、こんな感じでございます。あー、うまいっすね。優しくてごまのいい風味と甘みとちょっと酸味が入ってて、その上のひき肉がここですと塩味とかが出てくるんで、このひき肉がこれ味噌なんですね。そうそうそう。まあ今日はね、ちょっとお店も早じまいしてくださって、この担々うまいですね。あ、ありがとうございます。あ、通路飯ありがとうございます。いただきます。こちら通路飯でございます。うまそう。いただきます。あーうまい。これも通路も柔らかくてうまいですね。通路とパイコはあったらいいぐらいのメニューがある。へえ、仕込みとかそういう関係で、いや、どれ食ってもうまいですね。本格的な中華のこの手の込み方とか香辛料の使い方はあるんですけど、町中華らしいそのホッとする感じもしっかりあるっていう、町中華が食べたいんだとかちゃんとした中華が食べたいんだ、どっちのお客さんでも納得する一品ばっかりっていう感じで、いいなあ、いいですね、地元にこういうお店があったらありがたいです。わかりました。はい、なんかいいですね、この地元感がやっぱり素敵ですね。あ、豚しゃぶうまっ。あ、さっぱりなんだけどこってりしてますね。幸せだねこれ。いやー、今日の撮影幸せですね。今日この企画が1本目なんですけど、絶対これ続けようって思いました。どんどん知ってもらいたいですね、皆さんに。うわ、うまかった。で、なんかこれうまいもん食うとなんか感化されますね。頑張ろうって思います。ああ、うまかったです。ごちそうさまでした。あ、先生、ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。そう、うまかったです、本当にうまかったです。ということで、ただいまね、郡山行ってまいりました。いやー、なんかね、本当に下町というか地元にね、愛されてるいいお店だなと思いました。ただね、ちょっと皆様いらっしゃっちゃったので、締めはね、これ外で歩きながら撮っております。いやー、もうね、ほんとね、どれも絶品、最高のお店さんでございました。お父さんからマスターまでね、もうお二人ともすごく性格も人情も良くて、もう食べててもね、幸せになるお店でございました。是非ね、皆さんも郡さん足を運んでみてください。